おしおきれい類集とは、江戸幕府が作成した刑事事件に関する判例集。老中が各部業から伺がいが立てられた刑事事件に関する事案を表情書に諮問し、その答申である表議書犯罪の事例、犯罪者の身分、年齢、性別などによって分類、整理したもの。編算年代順に以上5度の編算が確認されている。 それぞれ色違いの表紙を持って区別されていた。武行や大官には、事故で先決できる事例、刑罰に制限が設けられており、それを超えるような事件については老中に伺いを立てて、判断を仰ぎ、老中はその事案について表情書に諮問することになっていた。おし置き類集は、その際に作成した、表議書をまとめたものである。複数回表議した記録や少数意見に関する、 記載についても載せられており、またくじ方お定め書きの法解釈について触れていることから、お定め書きとともに、極秘の扱いを受け、表情書、超武行、環状武行、自社武行、京都書士大大阪城大のみが保管を許されていた。さらさら類集は、唯一の原存本とされていた、表情書旧増本が、関東大震災において消失したとされているが、残りの四つは、 江戸幕府滅亡の際に自社奉行から明治政府に引き渡されたものが国立国会図書館に所蔵されている。ありがとうございます。